角5コース5号艇菅文也予選4勝、ここチルトは3度、大外はチル久しぶりの芦屋で活躍の6号艇の片橋幸孝、1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。準優勝戦の第12レース、5号艇の菅文也出ていきます。さあ打ち手を飲み込んで、まくり先生は5号艇の菅文也、インからくるっと1号艇の高田光、向こう正面5号艇の菅が一歩前、スタートは前提正常でした。先頭5号艇の菅の内側から伸ばす1号艇の高田、どうか。さあ2幕の攻防戦、5号艇の菅が抑え込んで先行体制で回り、開いてから内を狙った1号艇の高田とホーム直線コース、先頭は5号艇の菅文也の内並んだ1号艇の高田、5番1番並走での突破争い、レースは2周目、その後ろ3番手は2号艇の丸岡が続いています。さあ1幕の攻防戦、1号艇の高田光が先行体制で回り、振り切ってきた1号艇の高田光が単独のトップ、その後ろ水がいて、さあ5号艇の菅を捉えてきた2号艇の丸若、今度は5番と2番の2番手競り合いとなって2周の2マークです。先頭はリードを奪った1号艇の高田光、折り返します。2番手の争い、5号艇の菅が回って、その内側から2号艇丸岡とホーム側、2番手は5号艇の菅文也、2号艇丸岡正則、この2人並走でレースは最終周回です。先頭を走るのは1号艇の高田光、最後のバックへ。さあ優秀権かかっている2番手の競り合い、5号艇の菅が回って、その内側から2号艇の丸岡、2番手は5号艇の菅文也、2号艇丸岡正則、この2人競ったまま、さあ最終コーナーです。先頭は大きくリードを広げた1号艇の高田光、2番手の争い、5号艇の菅が回る、開いてから内を狙って2号艇の丸岡、この差しどうか、2番手は5号艇の菅が優勢、まもなくゴール、先頭1番ゴリン、5番2番の順でゴリン、4番3番6番ゴリン、以上前提ゴールインしました。